なんかいますね。いてますね。なんかいますよね、あれね。あれもしかしてあれじゃないですか。ちょっとすくってみましょうか。取っていいですか。はい、お願いします。あー、泳いでる泳いでる。あー、絶対あれだ、絶対あれです。あー、入った丸まりました、ね、丸まりましたね。あー、すくえちゃいましたね。これあれですよね、ウミケムシですよね。うわー、動いてる動いてる。あー、あー、気持ち悪い。これは、ウミケムシという生き物で、あのゴカイの仲間です。あの釣り餌に使われるゴカイの仲間で、まあ、こんな感じでね、闇夜にあの水面をプカプカと泳いで餌を探すっていうね、習性があります。でウミケムシという名前のように、この表面にですね、細かい毛がいっぱい生えているのがお分かりになると思うんですけども、これに毒があるんですよね。この毛もそうですけど、この目玉模様が気持ち悪いですよね。本当に勘弁してほしいです。母さん、これ刺されたりしたことあります？いや、僕まだないんですよね。はい、まあ刺されたくないですよね。今回せっかくこうやって泳いでたところをね、捕獲したのが、まあ、ここであったが100年目ということで、ちょ、これをね、今回食べてみようかなと思っているんですけど僕のチャンネルってこう虫を結構やるんですけど、はい、なんかチャンネル好きだけど虫だけは無理っつってこうなんか好きなチャンネルだったのに虫がいたんでもう見るのやめますみたいなコメントが来たりするんですよするんですけど、でもあの海産動物は結構動画としては人気があって、だから人気があるはずの海産動物だけど、どう見ても虫というか、なんなら虫よりキモいこのウミケムシがですね、視聴者の皆さんにどういう反応をね、及ぼすかというか催すかっていうのが非常にね、興味があるドエス心がはい、まあという感じでありがたいです。もうこれあのまたね、いたら救いたいなと思います。いました、いました、いましたね。いえ、かかせ、おめでとうございますあー、天狗にしが溶けだらけに余計なことをするなって思ってはい、それではですね、こちら、ハントしてきましたウミケムシを調理していきたいと思います。いやー、でけえ。はい、このウミケムシという生き物はですね、ゴカイの仲間です。まあ、あのよく見るとね、ゴカイっていうのは両足のところにイボイボ、まあ、イボ状のこう足が生えてるんですけど、全身にその横にね、細かい毛がチク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 って出てるんです。ミミズは出てない、いや嘘だ、出てないわけではない。よく見ると微細な毛がちまちま出てるけど、そんなに多く見えない。なのでそのミミズが品毛類なのに対して、ゴカイは多毛類というふうに言われるわけです。だから実は毛が多いの、ゴカイっていうのは。でそのゴカイの毛の多さをマックスにしたのがこのウミケムシだと思っていただければと思います。で、この毛自体は割とまあなんというかガラス状な感じで、これがですね、チクリチクリと刺さると、まあヒリヒリすると。で僕は刺されたことないですし、こうやって今刺してみてもいいんですけど、多分死ぬと刺さんないんだな。こういうあのチマチマした毛の生き物の毛っていうのは、どうも死ぬとね、刺さりにくくなる。ガンガゼなんかもなぜか死ぬとね、刺さんなくなるんじゃ、不思議ですよね、あれ。まあ、ただし刺さんなくなったからといって毒性が失われているわけではないです。だから食べるにあたっては、この毒針毛がついてないところを食べなきゃいけない。ちなみに裏側はこんな感じで毛は生えてませんけども、まああんまりね、あの肉質的にいいかどうか、うん、はい、調理にあたってはですね、とりあえずあの内臓をね、出してやろうと思うので、このお尻の方から入れていけば。で、調理の指針なんですけども、実は僕以前あのウミケムシを食べたことがありまして、その時に思ったのは、あの毒の毛、毒針毛はですね、取りきれない、とてもじゃないけど、だから毒針毛が生えていない部分を食べなきゃいけない。これは内臓ドロドロですね。これは自分のミスなんですけど、あの取ってからね、少しね、日にち経っちゃったんですよ、2日ぐらい。それであの内臓から消化酵素が出て、それでね、あのちょっと溶け始めちゃってるんですよね。鮮度がいいまま、生きてるままね、溶け始めます、ゴカイの仲間って。で今何をしてるかっていうと、こうお腹側の肉を切り出しています。なんでかっていうと、さっき言った通り、お腹側の肉にはトゲが生えてないんですよ。背中側はとてもちょっと食べることはできないというのが前回僕が下した判断でした。なんで今回食べるのはこのお腹側の肉ということになります。表と裏どっちがキモいですかっていうアンケート取ったら、票割れそうだよね。僕は背中かないや背中マジキモいと思う、正直。まあ、今回あの僕九州の方にね、
これを取りに来ていますけども、あの結構最近コメントでどこどこにもいますかみたいなのをいただくんで、分布域的な話をするとウミケムシ割と全国にいるっぽいですよ。まあ、南の方が多いのかなって思ったらそんなこともないみたいだし、少なくとも関東にはめちゃめちゃいます。はい、できた。これが今回のウミケムシの可食部。ここまで来るとちょっと美味しそうだよね。モツみたいじゃん。ということで、まあ、どう調理するかなんですけど、まあ今さっき言った通り僕博多来てるんですよ。で博多でモツといえばやっぱりスモツということで、スモツ風にねしてみたいなというふうに思います。はい、お鍋にお湯を沸かしました。でそこにちょっと塩入れる、ウミケムシをデン、まあ湯引きですね。これはどういう意味合いがあるかというと、まあ一つにはその生臭みがあって柔らかいので食感を立てるために湯引きするっていうことと、あと毒がね加熱することで消えるはずなので、この手の毒はそれはねまあ期待してっていう感じです。煮るとねすごくもろくなる感じがある。あーちぎれちゃった。水にさらして、でスモツなのでカット青ネギをちまちまと乗せて、本当はポン酢がいいんだけど九州のお刺身醤油甘いやつねと、大分先日大分行ったんで買ってきたカボス絞り、まあ、普通のポン酢よりね消臭力が高かろうというところに期待してって感じです。よし、では完成しました。こちらがですねウミケムシのスモツ風です。はい、じゃあ食べます。大きい塊から。なるほど、割とスモツですね。ちょっと柔らかいですけど、なんか肉の風味があって魚というより肉ですね。これふわっととろける感じは鶏のモツのなんか柔らかい部分というか、あるいは豚のホルモンの脂肪分のとこみたいな柔らかいとろける感じがあります。悪くはないが、気になるのは後味がすっごい塩素の匂いで、口の中がうわプールみたいな感じになりましたね。これあれですね、まあやっぱりその鮮度の問題ですね、うん。で、あと個人的にですね一番気になってるのがこの口なんですよ。口の部分の筋肉だけちょっとこう色が変わってピンクがかってる。生の時はピンクがかってて、加熱するとねちょっと地味なんですけど、これがうまいって言おうとしたけど口の中に気がチクッとした釣り攻撃だけだろうからいいんだけども、ここだけは貝の肝みたいな味しますね。やっぱりだからまあめっちゃ取れたらここだけ集めてしまうっていうのが、まあ、一番いい手かもしれない。その口は先端にあるのでハサミで先端だけちゃんと切ってグッて取り出すとすぐ取れるんですよ。お腹の肉集めようとするとさっきみたいにちょきちょき切り出す必要があってちょっとだるいかもしれない。でまああと毛がね、毛はねやっぱり今ちょっと口の中にちょっとチクッと刺さって、毒はもうないと思うのであれなんですけど、イワシの小骨のちょっと凶悪なやつみたいな感じ。なんでもう作ってる時に小骨刺さるんだみたいな感じになるか、まあそれはそれとして、毛虫って知ってるとわー毛が刺さったってなります。今食べたの結構美味しかったね。大きい方がうまいな、うん。あとネギとポン酢と合わさるのもいいですね。焼いてもうまいかも。この串に刺してさタレつけて焼くとかうまいかもしれない。うん、毛虫自体はね全国に生息していて釣りでかかってきたりします。で釣りでかかってくるとき針外さなきゃいけないのだるいのと、口に針刺さっちゃって食材としての価値が下がるので、食べるんだったら今回みたいに夜たまにご飯をすくっていくのがいいのかなという気がします。もし気になったら、まあ、有毒生物なんで扱いは気をつけてほしいですけど、ぜひ行ってみていただけると嬉しいなというふうに思います。いや本当に嬉しい、うん、マジで、うん、はい、という感じでね今回もね、美味しいものに出会えてよかったなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。